箱入り娘は、将棋の囲いの一種である。居飛車の時の急戦で使用される。船囲いからの発展形である。船囲いから、58の金を68へ移動させた形の囲い。船囲いよりは硬くなるが、あまり実戦では見られない。名前の由来については、玉がちょうど箱の中に入っているような形をしているからで、命名は、加藤二郎である。他に、 箱入り娘と同様に、硬そうだが手がつくと早いからという俗説が存在する。利点としては、一手で船囲いよりも、硬い囲いにできるということが挙げられるが、他の船囲いからの発展系である左ミノなどよりは、硬さは、格段に劣る。しかし、船囲いの弱点であった69の金を68の、金によって強化したことは大きい。また、 タイブリ飛車戦で飛車を3筋に回して、角頭を狙った際に、銀行間後の割り打ちを避けられるという利点もある。一方で、足や玉頭からの攻撃に対し、右辺への退路が塞がれているため、玉が窮屈であるという面もある。さらに、79の銀を動かせないため、玉をさらに囲うなどしない限り働きの悪い駒となってしまう可能性がある。 振り飛車が金冠や高みの囲いにまで発展している場合には上部からの攻撃が弱いために左銀急線などでは用いられることは少ない一方で最短の仕掛けを狙う対島飛車4六銀右戦法において使用されることがある後手の3二銀型に対して3八飛車と回る形の変化で現れる相手の様子を見ながら一飛車穴熊や 左身のを組む際にこの形になることはある。ありがとうございます。